お父さん、女優の牧陽子さんの発言が問題になっているんだってね。日本が韓国に対して行った過去の出来事をすごく謝りたいと言うんだね。うん、そうなんだよ。お父さん、何が問題なの？日本が韓国を植民地にしていたことに関する議論なんだけど、牧陽子さんは日本はひどいことをしたと言っている。その一方で牧陽子さんに反対する人もいるんだ。その人は、韓国は文明から外れた遅れた国だった、日本はそれを救ってあげた、日本は良いことをしてあげたと言うんだよ。その人は、日本が韓国を植民地にしたというよりも、韓国から頼まれて植民地にしてあげたって言うんだ。日本の政治家と韓国の皇帝の間のやりとりを見せながら言うんだ。うちを植民地にしてくださいってお願いするって変じゃない？そんなの変だよ。日本は富国強兵、先進列強と同じで植民地を作って拡大していきたい。韓国の皇帝は自分が生き延びることで精一杯。日本と韓国でお互いに決めたからいいんだ、なんて言える代物じゃない。植民地ってどうなっちゃうの？日本には憲法があって、日本人の人権は守られているよね。でも、植民地では韓国人の人権が守られないんだ。日本憲法の対象にならない。一例を言うと、韓国人には小学校の義務教育がない。義務教育じゃないから、韓国人からはお金を取るんだ。小学校に行けなかった韓国人は多かった。韓国人には国会はないんだ。朝鮮総督府というところで勝手に韓国の法律を作って従わせるんだ。韓国人には徴兵制もなかったよ。韓国人は信用できないって言うわけだ。ひどい話だね。お父さん、牧陽子さんにケチつけるなんて。日本人はなんで黙っているの？日本社会のありさま、もっと君に話さなければいけないね。